アレックス・ヨークは、アメリカ合衆国のシンガーソングライター、著者。英語及び、日本語での歌手、執筆活動を行う。アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨーク市マンハッタン区に生まれた。幼少期から日本に対する深い関心を持ち、独学で日本語を学び始め、作詞作曲も日本語で手がけるようになる。イール大学で、日本文学を専攻。古典文学も含め、 日本語を極めた。ニューヨーク市在住。ヨークは勢力に満ち溢れた劇場風のライブパフォーマンスで知られ、バンドのサポートメンバーも含め、非常にカラフルな衣装をまとうことでも知られている。常に日本からのインスピレーションを受けている伝統芸能のお面、着物、日本刀等からヒントを得ている。あたかも演劇の登場人物のような新しい、 スタイルを楽しんでもらいたいと彼は言っている。2010年11月のタイムアウトニューヨーク市場で未来のロックスターの評価を受ける。2011年にアルバム東京ハートブレイクをリリース。同名のタイトルナンバー曲が2011ハリウッドミュージック・イン・メディア,ア・ワード・フォー・ポップ・ソング・オブ・ザ・イヤーにノミネート。同年にニューヨークで開催された CMJ ミュージック・マラソン フィルムフェスティバルに出演。毎年ニュージャージー州で3日間にわたり行われるミュージックフェスティバルであるザバンブーズルにも出演。フェスティバルは約200組のアーティストが出演し、観客動員数は10万人近くに達した。ヨークはスターレッチャー氏のレビュー記事で赤丸急上昇中、渾身の力で表現するグラムポップ、熱狂的なファンを獲得と大絶賛された。 2010年の開始以来、インスタグラムフォロワー数8万、ツイッターフォロワー数6万、フェイスブックファン数9万を集めている。YouTube では2012年2月現在、日本から最もチャンネル登録されているミュージシャン部門第43位。ヨークは活動利益の20%を東日本大震災の被災者宛に募金することを発表し、現在も続いている。 2012年シングルチェンジをリリース。歌詞は主に日本語で彼の思いであるできる限り早い震災からの復興を綴っている。ミュージックビデオは2013年1月現在 YouTube で75万回以上視聴されている。チェンジが iTunes ジャパンポップス部門では19位、Amazon ジャパンポップス部門では2位にランクイン。日本テレビのバラエティ番組 1>, 1億人の大質問笑ってこらえて。にて、人気急上昇、NY で話題の若手アーティストとして紹介された。同年、ヨークの日本旅行体験をもとに作られた曲、アメリカンボーイをリリース。iTunes ジャパンポップス部門では8位、Amazon ジャパンポップス部門では1位を独占した。アメリカンボーイのミュージックビデオは2013年12月現在、 200万回以上視聴されている。同年9月に中日アメリカ合衆国大使公邸にて開催されたアメリカ合衆国連邦政府及び米日カウンシル主催の友達サマー2012セレブレーションにて式典の最後を飾るパフォーマンスを日本語と英語両方で披露した。2013年1月現在、ヨークはリバーブネションのニューヨークポップチャーツで第9位に ランクされている。2013年のハリウッドミュージック・イン・メディア、アワーズでは彼の楽曲、ロック・バラード、アイドントケアが優秀、オルタナティブ・ロックに、さらにダンス・ポップのナンバー、プッシュ・アンド・プルが優秀・ポップスにと2曲同時ノミネート。ニューヨークの有名クラブコパ・カバーナで行われたミュージカル、ヘアーの共同制作者であり、伝説的な脚本家である、 ジェームズ・ラドの80歳の誕生日記念イベントで、ヨークは、ラドの最新作、アメリカン・ソルジャーからの抜粋を演じる役者の一人に選ばれた。2012年7月から、富士山系グループの富士山系コミュニケーションズ・インターナショナルが、在米日本人向けに、アメリカで放送するニュース、情報番組、フシー・モーニング・アイとフシー・ニュース・キャッチで、リポーターとして、レギュラー出演中。 音楽、観光、グルメ情報などを紹介している。ヨークの楽曲が BGM として使用されている。ありがとうございます。